の怖いお話読み聞かせして。あ、これはすごく有名な長編の話ね。そうね、寝る前のいつもの感じだと読み終えるのにちょっと長くかかるわね。いいよ、10年くらい。そんなにかからないわよ。5日くらいかしらね。じゃあ花子、今夜のお話はね、リゾートバイトその1。これは俺が大学3年の時の話。夏休み前に友達5人で海に旅行しようって計画を立ててたんだ。なあ、どうせなら海でバイトしないか？稼ぎつつ海で遊べるのか、いいな。でも2人はゼミの合宿があるらしく、バイトは NG。 結局5人のうち俺と A と B の3人がバイト、残り2人は俺たちの働く旅館に泊まることになった。肝心のバイト先を3人でネットで探してたんだ。結構あるなぁ。友達同士歓迎ってこの旅館どう？電話でバイトの申し込みをするとトントン拍子に話は進み、2日間だけ友達と合流する件も OK だった。そして俺を含むバイト組3人で旅館へ向かった。初めてのリゾートバイトだ。到着した旅館は2階建ての広めの民宿って感じだった。こんにちは。声をかけると若い女の子が笑顔で出迎えてくれた。ここで一気にテンションが上がる俺。広間でしばらく待っていると、さっきの女の子が麦茶を持ってきてくれた。 M です。この近くで育ったという M ちゃん。恰幅のいいおかみさんとご主人もやってきた。旅館の中は客室が4部屋、みんなで食事をする広間が1つ、住み込み従業員用の部屋が2つの合計7部屋。俺たち3人を入れた合計6人で民宿を切り盛りするんだ。自己紹介が済んでおかみさんが言った。客室は右の廊下を突き当たって左右にあるからね。あんたたちの寝泊まりする部屋は左の廊下の突き当たり。後で説明するからひとまずゆっくりしてね。2階じゃないんですか、客室って？うん、違うよ。2階は今使ってないんだよ。そうなんですね。じゃあ荷物置いてきます。そうして俺たちのバイト生活が始まったんだ。大変だけどみんないい人だから全然苦にならない。あっという間に1週間が過ぎた。なあ、俺たちいいバイト見つけたよな。ああ、シーズンになったら2階も使うのかな。2階っておかみさんたちが住んでるんじゃないの？え、そうなの？いや、わかんねえけど、でもおかみさんよく2階に飯持ってってない？知らん、知らん。 B は夕方、玄関前の掃き掃除を担当している。お盆に飯を乗っけて2階に上がるおかみさんの姿をよく見かけるんだって。俺さ、おかみさんが飯持って2階に上がるのを昨日ずっと見てたんだよ。そしたらさ、5分くらいで降りてきたんだ。それで？おかみさんっていつも俺たちと食うのに飯を持っていくってことは、誰か2階に住んでるってことだよな。まあそうなるよな。でも俺らそんな話聞いてない。病人っていう可能性もあるよな。俺もそれは思った。でも5分で完食って結構元気だよな。俺たちは2階に何があるんだろうって気になってしょうがなかった。だから次の日、俺たちは玄関先へ集合しておかみさんが出てくるのを待った。来た。2階へ続く階段は玄関を出て外にある。おかみさんは2階へ上がると5分ほどで戻ってきて1階に入っていった。な、早いだろ。飯も空になってたな。何があるんだろうな。見に行く？とりあえず行ってみるか。2階に続く階段のドア、鍵はかかっておらず、ドアノブを回すとすんなり開いた。え、どうした？なんか臭くない？俺と A にはわからなかった。いや、マジで匂わないの？俺はドアを一気に開けた。もわっと温かい空気が中から溢れ、埃が舞った。埃の匂いのこと？いや、あれ、匂わなくなった。こんな時にふざけんなよ。 A はビビるあまり腹を立てている。本当に生ゴミみたいな匂いがしたんだって。そして人が一人通れるくらいの狭い廊下を進んだ。電気らしきものが見当たらない。
外の光でかろうじて階段の突き当たりが見える。突き当たりにもう一つドアがあった。これ一人しか登れなさそう。俺行ってみる。本気？俺こういうの気になったら寝れないタイプだから。不気味だし怖かったけど、どうせ確認するなら A と B がいるこのタイミングがいい。でも俺だけは絶対置いていかないでくれよ。そしてそろりそろりと階段を登っていく俺。怖くて逃げたくなってきた。しかもパキパキと音がする。何か踏んでるような気もする。俺はついに突き当たりまでたどり着いた。うっ、異様な匂いがする。生ゴミと下水の混じったような匂いだ。その匂いの原因は隅っこに大量に積み重なった飯でハエがたかっていた。2階の突き当たりのドアにはベニヤ板が無数の釘で打ち付けられていた。釘には細長いロープがクモの巣のように巻きつけられている。板の上からは大量の札が貼られていた。明らかに何か封印してありそうな気配だった。突然ドアの向こう側で何か引っかいているような音がした。呼吸音みたいなのも聞こえる。冷や汗をかきながら俺はそこに立ちすくむしかできなかった。ドアの向こうで聞こえていたガリガリという音が一瞬で俺の真上に移動した。足がブルブルしだしてもうどうにもできないと思った。おい、早く降りてこい。大丈夫か？ A と B の声だ。この瞬間我に返った俺は一目散に階段を駆け下り部屋に逃げ帰った。おい、大丈夫か？何があったんだ？答えられない。というか思い出すのが怖い。お前上で何食ってたんだ？え？お前上で何か必死に食ってたろ。しかもそれ。二人が揃って俺の胸元を見つめる。そこには大量の汚物がくっついていた。もちろん食べた覚えなんかない。俺はトイレに駆け込み全部吐き出した。何があったんだ？ちょっとお前尋常じゃないぞ。俺はさっきのことを二人に話した。 A も B も真剣に話を聞いてくれて泣きそうになった。気持ちが少し落ち着いたらなぜか足がヒリヒリするのに気づいた。見ると足の裏や膝には細かい切り傷がいっぱいできてる。そして赤、白、黒のプラスチックの破片みたいなやつがところどころついていた。何それ？へっ！ B がつまんで床に投げた。爪じゃないか？ああ、あれ爪で引っかいてた音なんだ。俺はものすごい恐怖感に包まれながらあの音を思い出していた。俺、いやだ、もうここで働けないよ。俺たちもそう思う。明日、おかみさんに辞めるっていう。本当の理由は伏せて。うん、その方がいい。その晩、恐怖のあまり男三人で布団をくっつけて眠った。そして、朝を迎えるんだ。はい、今日はここでおしまい。まだ物語は始まったばかりです。旅館の2階に込められた謎と秘密とは。おやすみ、花子。皆さん、また明日お話ししましょう。